はい、皆様元気にしてますか？クルトと申します。でね、まあ、一種地方のサトシってさ、まあ、やれ弱体化だの、まあ、ポットでの強敵にやられるだの、まあ、散々ね、言われていますが、まあ、個人的にね、思うのが、まあ、ゲットしたポケモンが多すぎて、活躍する場面が少ないやないかってことなんですよね。で、まあね、その少ない場数の中でサトシたちのポケモンっていうのは、まあ、どんなね、日々を過ごしていたのかっていうのをね、まあ、一緒に振り返っていければなと思っております。で、まあ、このポケモンが好きだぜとか、まあ、こんな企画やってくれっていうのがあれば、まあ、コメントしていただけると嬉しいです。ってことで、行きましょう。マメパト、アイリスとキバゴっていうお話でね、初登場しました。ゲットまでにね、特にストーリーもなくて、ゲットした理由っていうのが、ポッポと同じ理由で、ただ新しいポケモンだったから、目新しかったからっていうなんですよね。話の中の図鑑説明では、集団で群れているので鳴き声がうるさい、とか、キラキラするものが好きではない、みたいに、良くないね、特徴しか説明されてなくて、ひどーみたいな感じで思いましたね。当時のサトシっていうのは、一緒に旅をする仲間ができたんだぜ、みたいな感じで喜んでいたんですが、その後、18話でクルミールを仲間にすると同時に、新垣研究所にね、早くも送られてしまったっていう感じなんですよね。まあ、鳥ポケモンといえば、まあ、ロケット団の捜索と追跡のたびに、まあ、活躍するんですが、今作ではロケット団の出番がね、激減しているために、まあ、ちょっと第22話でね、まあ、手持ちに戻ってからも、まあ、活躍があんまりなかったって感じなんですよね。で、まあ、他の方の動画でもね、散々述べられているかもしれないんですが、唯一活躍したのが 6つ目のバッジをかけた風呂戦で、ね、まあ、この話で自分が面白いなーって思ったのが、まあ、サトシのケンホローがメスで、まあ、オスよりもね、飛行能力が高いっていう事実を知っただけなんですけどね。ああ、もう一個ありました、もう一個。解雇通知の動画？オーキド博士に送るの誰にするの？みたいな風に尋ねられたサトシっていうのは、ケンホロにしますっていう風に言って、ケンホロが「うわっ！」みたいな感じでびっくりするだけの動画なんですけど、なぜか笑えてくるんですよね。だって、ケンホロっていうのはマメパトから断るごとにね、交換されて、まあ、都合のいい時に呼ばれる悲しいポケモンなんですもん。 扱いひどすぎてマジで笑えるみたいなやつなんですよね。はい、ってことで次行きましょう。クルミル、矢車の森、クルミルとアーティっていうお話でね、初登場しました。森を歩いていたサトシ一行の前に、まあ、非常にね、好戦的なクルミルっていうのが現れまして、まあ、サトシたちにね、いきなり攻撃を仕掛けてきたんですよね。で、まあ、その後ね、クルミルと仲良くなるために同じ時間をね、共有したりとか、まあ、川にね、流されてしまったクルミルっていうのをサトシが助けたことによって、まあ、絆が生まれまして、で、仲間になったっていうポケモンですね。まあ、このクルミルっていうのは、まあ、糸を吐くっていう技を使って、相手の技を避けたり、むしろ相手を拘束したり、みたいな感じで、結構汎用性の高いポケモンなんですよね。まあ、それゆえに、まあ、結構ね、逆境で、まあ、タイプ相性不利なポケモンをね、相手にさせられることが多いんですよね。で、まあ、昔のね、ポケモンでも、そんなこともね、まあまあありまして、例えば、本園地方のジュプトルなんかがね、該当するんですよね。だけど、その時はね、周りに柱とかがあったりとかして、それをね、森の木みたいに使って、相手を錯乱することで、もしかして相手にスピードで上回れるんじゃね？みたいな巧妙な考えでね、バトルが行われることが多いんですよね。だけど、BW 編では、まあ、そんなような描写があんまりなくて、むしろゴリ押しされることの方が多い中、まあ、結構ね、善戦している強いポケモンとなってるんですよね。まあ、特にね、一周リーグの、ケニアンとの戦いで、相手のエースポケモンである打撃ってやつを、まあ、結構削ってくれて、まあ、耐久力がない虫タイプなのに、結構食い下がる姿っていうのはね、かっこいいなーっていうふうに思いましたね。はい、次行きましょう。ミジュマル、一種地方へゼクロムの影という話でね、初登場しました。ミジュマルはね、御三家と呼ばれていて、まあ、初めてのね、トレーナーがもらえるポケモンのうちの1匹なんですよね。なので、ライバルポジのシューティーがね、旅立つ時に、まあ、必死にね、自分を選んでみたいな感じでアピールするも、まあ、選ばれずに結局落ち込むみたいな感じなんですよね。その後、容姿を褒めてくれたサトシのことが気になって、まあ、追いかけてきたんですよね。そして、まあ、ロケット団騒動を通じて、ミジュマルはね、サトシのことが好きになったっていうことで、まあ、サトシがね、ゲットしたポケモンとなってます。でね、まあ、ミジュマルはね、結構愛嬌があって、一種地方のね、ネタ枠ポケモンなんですよね。例えば、日常界ではミジュマルは何かとトラブルに巻き込まれるんですよね。そして、ミジュマルはね、短期ですぐに怒るんで、怒るたびに自分のお腹についている貝殻、まあ、ホタチって言うんですけど、そいつを地面に、オラみたいな感じで投げつけるんですよね。だけど、そのホタチっていうのは、ミジュマルのね、アイデンティティみたいな感じなんで、まあ、すぐにお腹にポンみたいな感じで戻すんですよね。そして、しっくりくるお腹、まあ、ホタチがなかったらちょっと寂しいなーっていうのを、ホタチを拾ったことによって、まあ、ちょっと安心して笑うみたいな、可愛い仕草を持ってるんですよね。そして、一周リーグ編では、まあ、ダストダスの、まあ、食べ物を勝手に食べたことで、まあ、怒らせてしまったんですよね。
で、まあ、その時はね、サトシが誤ってお詫びに食べ物をあげたんですよね。その時もね、つまみ食いをしようとして、ピカチュウにぶん投げられるみたいなこともあったんですよね。めっちゃ面白いやつでしょ？ あとは、みじょまるは、まあ、勝手にボールから出てきて、まあ、俺に任せろよみたいな感じのね、仕草を取るんですが、相手が強かったりすると、まあ、ビビってね、おじけついたりするんですよね。俺、この演出好きだったんですよね。で、ちなみに、一種リーグ編では、まあ、サザンドラ相手に出された時に、いや、他の人から見れば、いや、勝てなくねみたいな風になりまして、普段のね、小物感も相まって、ベルっていうやつには、かませポケモンっていう風に言われてましたからね。結構ね、善戦するんですけども、ギリギリ倒せない感じがね、なんかみじまるらしいなとか思って見ていましたね。で、まあ、結果的にね、最初から最後まで、かませ犬的なポケモンっていうのは変わらなかったですね。はい、次行きましょう。ダンゴロラスターカノンを発射せよっていうお話でね、初登場しました。サトシたちがね、ランチを食べていたところに、まあ、急にね、ダンゴロが現れまして、ランチを台無しにしちゃったんですよね。でも、ダンゴロっていうのは、まあ、こちらにね、何か伝えようと必死になっていたんですよ。で、まあ、それからね、ダンゴロの住処でロケット団が仲間をさらっていたらしくて、まあ、ダンゴロたちを使って武器を作ろうとしていたんですよね。で、まあ、その騒動で、サトシたちがダンゴロたちを助けたことによって、まあ、そのうちのダンゴロに気に入られまして、バトルの末、仲間になったポケモンとなってます。でね、ダンゴロはね、結構仲間思いで優しいんですよね。例えば、ソムリエ探偵デント、タブンネ失踪事件っていう話ですね。とある町では、まあ、急にね、タブンネが何かに操られるような目つきと足取りで、まあ、どっかに消える、みたいな事件が起こっていたんですよね。で、まあ、タブンネに、まあ、追跡装置をつけてみるんですけども、電波妨害で使い物になんなくて、さあどうするかみたいな、その時にダンゴロが役に立つんですよね。ダンゴロって結構耳が良くて、人間には聞き取れない音波っていうのが聞き取れるんですよね。で、まあ、その能力を使って、ブンネを操っているであろう音波の発信源っていうのを特定するのに、大いに活躍してくれましたね。で、まあ、他には、バトルの実力がね、まあ、かなりあったんですけども、さっきの話以降、まあ、ダンゴロあんまり登場してないんですよね。さっきのロケット団の出番の減少もそうだけど、お話の中でのバトル自体も減ってるからなんですよね。まあね、ちょっともったいないなーっていう気持ちのあるね、ポケモンなんですよね。はい、次行きましょう。メグロコ。ミジュマル、メグロコ、危機一髪っていうお話でね、初登場しました。とあるね、道中にサングラスをかけたメグロコがいまして、そいつがね、道に落とし穴を張ったりとか、砂風呂の施設を台無しにしたりとかしていたんですよね。だけど、それは人やポケモンを外に出すためにやったことだったんですよ。というのも、その地域の岩場の間欠泉の吹き出し、まあ、温泉が地面からプシャーって吹き出したりする現象が、まあ、起こることをね、メグロコは予期していまして、まあ、それらからね、人やポケモンを守りたいがために、まあ、落とし穴だったりとかっていうのを作ったんですよね。で、まあ、その作業をね、サトシたちが手伝ったことによって、メグロコは、まあ、面白いやつじゃん、みたいな風な表情をして、その後もサトシについてくるんですよね。そしてね、ことあるごとにサトシのピカチュウとバトルをして、毎回アクシデントなどで、まあ、吹っ飛ばされていたんですが、まあ、ピカチュウにね、乾杯したところで、まあ、メグロコはね、こう落ち込んでね、その場を去ろうとしたんですよね。で、まあ、その時にね、サトシがね、一緒に来ないかみたいな風に誘って、初登場時から約60話、まあ、1年半の時を経て仲間になったポケモンとなってます。でね、メグロコはね、いつも耳にかかることのないサングラスっていうのをかけているんですが、これはね、自分に自信を持つためにつけているんですよね。なので、サングラスを取られてしまった時は、まあ、涙目になって、まあ、ほとんど歩くことができなくなるくらい弱気になってしまうんですよね。で、このサングラスね、多分なんですけど、バルビアルに進化すると同時に大きくなってるような気するんですよね。で、まずこれがワルビルの65話の写真と92話のワルビアルの写真なんですよね。なんとなくそんな感じしません？でね、まあ、バトルはかなり強い方で、 XY&Z っていうアニメのアイキャッチでゴーカザルとリザードンと一緒になっているので、もしかしたらね、エースポケモンとして公式から認められたのかもしれないですよね。まあ、勝率もね、8割超えてるらしいですしね。まあね、視聴者の俺からすれば、毎回ね、バトル中にね、サングラスが破壊されないかなーっていうところだけね、まあ心配しながら見ていましたね。だって耳にかけるやつねえんだもん。ってことでね、まあ前編はこんなところで終わりたいと思います。お相手はクルトンでした。バイバーイ。